剪竹製の受けの霊線とは、外側が網体で構成されており先竹等で作った、ロート状の口から入ってきた魚介類を閉じ込めて捕獲する漁具。なお、水生生物の調査器具の構成部分でもある。川や湖障、旋回の底にある漁道に一定時間設置し、魚類やエビ、カニの類を誘い込んで捕獲する。地域によって、材料、構造、 名称は様々で、竹や鶴、細木によって作られ、単なる筒状から、ざる状、箱状、桶状、籠状のものなどがあり、名称も、銅、ど、もじり、もどり、もんどりなどの別名がある。ヤナと組み合わされて用いられる場合もあった。日本列島では、縄文時代から内湾、外洋において、海水産魚類を対象とした魚老が行われ、 大型貝塚を造成した。弥生時代に稲作農耕が開始されると、水田や用水路など新たな淡水環境が生まれ、淡水産の貝類や魚類を対象とした淡水漁業が開始される。こうした淡水漁業の開始に伴い専用漁具も生まれたと考えられており、福岡県北九州市の辻大石や大阪府屋尾市の 山外遺跡などの野生遺跡から受けと考えられている漁具が出土している。古事記や万葉集にも登場する。近代に至るまで広く利用され、簡単に魚類などを捕まえる罠として利用された。線は水路等に設置して移動する魚や水生昆虫を捕獲する調査器具の定置網の構成部分でもある。ありがとうございます。